この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おお、女三人温泉旅ですか。あ、英雄ですな。温泉の後は京懐石、幸せですな。今日のお宿は藤和子さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いいたします。今日の曲は、はい、あの師匠である、はい、西剛先生のオリジナル曲だそうですね。はい、そうなんです。はい、この歌私大好きでね、うん、あのちょっとレッスン受けました。はい、今日はもうお礼のつもりで1年間の、なるほど、はい、歌わせていただきたいです。ね、先生にね、いろいろレッスンしていただいて、はい、お礼のつもりで、はい、西剛先生のオリジナル、タイトルは詫びるようにブルース、ね、これちょっと変わったタイトルなのよね。そうですね、詫びるようにブルース。はい、はい、それでは西剛さんの曲でございます。歌うは藤和子さんです。どうぞ。ハーバーライトが滲んだ街はいつでも思い出させた。お前のぬくもり、なんもええことやれんかったのに、久しぶりねと駆け寄る。詫びるようにブルース、時を戻し償いたいアホな俺や。それだけでもう10年頑張れる。ごちゃ混ぜのこの街で会えてよかった。幸せつかんだのなら大事にしろよな。今さら俺が出る幕はないとわかってるけど、せやけど詫びるようにブルース、もしお前が酒の相手欲しくなったら、いや気にせず飲もうや。お前だけ知ってる、めちゃくちゃな俺やけど、若すぎたと言えば月並みな男の言い訳になる。詫びるようにブルース、会えなくてもお前だけが生きがいや。や約束だけでももう
ごちゃ混ぜのこの街で、ルーシー塩川さんです。よろしくお願いいたします。もうあの今年もね、はい、こちらの番組ルーシーさんはもうラストということになりますが、はい、この1年どうでしたか。今年1年は、うん、まあ、15周年もできて、はい、そうですね、いろいろありましたけれども、うん、いい年だったと思います、まあね、また来年も頑張ります、ね、まあ、ルーシーさん見るとね、もう健康そのものっていう感じで、はい、風邪ひいたりとか体調崩したりってありました。あまりないです ね、ですね。結構すぐ治る方やから。すぐ治る、はい、自然治癒力をお持ちのルーシーさんでございますが、はい、じゃあ来年もねどうぞよろしくお願いいたします、はい、頑張ります。今日は何を歌ってくださるんですか。今日はね、下町の太陽を歌わせていただきます。名曲でございます、はいはい、それではルーシー塩川さん、下町の太陽です。下町の空に輝く太陽は喜びと悲しみ映すガラス窓、随所に取り入れたアプローチ、時空を超えた雅の世界が広がります。享楽の中心地に今よみがえる楽中遊和家電。北川圭さんです。よろしくお願いいたします。やっぱり赤と黒とね、はい、明日クリスマスイブ、そうなんですよ、明後日クリスマス、それに、ね、やっぱりこの時期そう、ね、そうですね、赤と黒着たいもん ね、 そうですね、はい、でも圭さんは、はい、服と着物と、はい、僕もそうなんだけど、はい、半々ぐらいです、ね、そうですね、この頃お洋服が便利でしょ、ねえ、はい、いやそれっていいことなんですよ。あ、そうなの？どちらもいけるみたいなねえ、そうですか。でもやっぱりクリスマスは忙しいんでしょ。はい、あの25日ね、うん、あのちょっと大阪の方でねゲストに行くんですよ。やはりね、我々の仕事はやっぱクリスマスになったステージとかね、はいはい、やっぱりショーっていう風になりますけれども、はい、頑張ってください。はい、頑張ります、はい。今日は何を歌ってくださるんですか。今日はギオンスズメ、はい、はい、よろしくお願いします、それでは、はい、ギオンスズメ北川圭さんです。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。